はい、はじめまして、おはようございます、ふめいです。今回も始めていきましょう。さてさて、はい、次はモナですね。チャオ、モナです。私チアリーダーやってるんだけど、何かかっこいい決めポーズないかな。なるほど、チアリーディング。今回はバイトではないようですね。では始めていきましょう。青春チアリーディングの巻。遅刻遅刻、モナ行きます。モナさん、試合に集中せねば。正面正面。お、イエーイ。滝登り。双方を縦に構え、親指をそっとボタンに乗せましょう。その姿は荒々しい滝を登る声のように美しく、見る者の心を奪います。滝登り、まあ、こんな感じでゲームが始まる前にその持ち方が示されるので、その通りに持った状態でゲームをクリアしていくという形になりますね。両握り、左方を横に倒し、両端を上からしっかり握りましょう。ただし逆さまに持ってはいけません。禁じ手です。両握り、この持ち方だとね、絶対空気入れとかきますよね。これはゆっくりやらないとこぼれちゃうんで、一気にいかないようにしましょう。とっとっとっと、スピーダー正面。おにぎり、おっとっと、危ない。滝登り、この振り払う音とかバナナを剥く時の音とかね、正面、完全にウィーリモコンから出てますからね。今が引っこ抜く音とか、こういう音を入れたくて、この音を入れたくて、そのウィーリモコンをいじらせていただいたわけなんですよね。はい、ボス来ました。滝登り、あ、これですか。はいはいはい、そうですね。はい、OK です。まだは余裕ですね。気合い入れていこう。ああ、残り時間あとわずか。
ダイヤモンズ逆転なるか。いかせん。モロさん、僕は君が好きだ。タッチダウン、ダイヤモンズ逆転勝利。モナさん、君のことがす好きだ。まあありがちな展開ですね。はい。次は2人、あ、新キャラですね。さて、チャオ、モナです。作法棒のおかげでチアダンスかっこよく決まったよね。バイトでも使ってみようっと。じゃあ掲示板行ってみますか。あー、なるほど、こんな感じなんですね。作法殿調査ノート。作法殿には様々な秘密が隠されているらしい。私が調査した結果をこの掲示板に少しずつレポートしていこうと思う。モナさんへ。君が作るジェラート、冷え冷えで好きでした。君が作るピザ、熱々で最高でした。あなたの一ファンより。懐かしいですね、ジェラート屋にモナピザ。ジェラート屋が一作目でしたっけか。2作目がなんかカフェそらそらかなんかやってましたよね。で3作目にモナピザと。というわけで今回はここまでとさせていただきます。うん、ちゃんと音入ってるといいけどね。ではご視聴ありがとうございました。